12日東京都後楽園ホールにて小橋健太プロデュース工業フォーチュンドリーム9が開催小橋健太さんと井浦新さんがトークバトルを展開した年に一度行われてきたフォーチュンドリームでは小橋が大物選手たちとのトークバトルを実施することが定番となっておりこれまでには長州力天竜源一郎佐々木健介豊田奈美長野正弘前田明、川田俊明田上明 スタンハンハンと激闘を繰り広げてきた小橋の歴史を彩ってきたプロレスラーたちとのトークバトルが定番となっていたが今回の相手は俳優の井浦新さん井浦さんは1999年の映画「ワンダフル・ライフ」で初主演して以降は映画ドラマを問わず引っ張りだこの超売れっ子俳優に自身のファッションブランドも手掛けておりマルチな活躍を見せている そんなユーラさんは小橋の大ファンであり、ノア旗揚げ時から意外な形で小橋に関わり続けてきたという。リングの上で輝くプロレスラーと、プロレスラーをリング上で輝かせるために尽力してきた存在がそれぞれの視点からプロレスを語った。ユーラさんも小橋の入場曲ガウンをまとって入場、コール時には握り拳を突き上げる、両者握手の後に記念撮影を行い、トークバトル回線のゴング。 新さん、憧れのプロレスのリングにガウンを着て入場した感想はユーラ、うらやばいっすよね、やばいです。普段は皆さんと同じところにいるんですけど、今日だけはファン代表で許してください、笑小橋、いや、僕がオレンジから黒に変えたとき、新さんに相談したんです。オレンジを13年間使っていて、色を変えたいと、その時に新さんが、僕に任せてほしい、と作ってくれたんです。 小橋さんのガウンやコスチュームフォーチュンドリームのロゴも新さんがデザインしているとのことですがそもそもお二人の出会いのきっかけはユーラ一番最初は2000年のノア立ち上げの際にご縁をいただいて皆さんを覚えてますかノア立ち上げの時に選手の皆さんが着ていた赤い T シャツにジャージノースリーブの黒いジャージのセットアップあれを皆さん選手一人一人に採寸させていただいてジャージ作らせてもらったんです 最初に小橋さんのサイズを測って小橋さん専用のジャージを作ったんですそこからの縁なんですけどいきなり小橋さんとの関係がぐっと縮まったのは小橋さんが声をかけてくれたからでした小橋声をかけたっていうかデザインを見てこの人だったらとオレンジを13年間使っていたんでオレンジ色っていうのはすごい大事にしてる色だったんですよこれを変えようと思った時に 今を乗り越えるには色を変えないといけないと思ったときに、新さんに相談したんです。僕の新しいタイツを作ってくれないですか、と。新さんを覚えてます。ユーラ、もちろんですよ、小橋、行ったときはノアの事務所で、ユーラ、あの日、僕はノアのリファ有明での大会の試合を見てて、座って見てたら西長レフェリーが、ちょんちょん、って。すごいびっくりしてたら、 ちょっといいですか小橋さんがお話があるそうでって、ちょっと嬉しい気持ちと気持ち悪くなってきて、わら、小橋さんとはその時ちゃんとお話したことなかったんで、なんで小橋さんが自分にお話があるんだろう。なんかしちゃったのかなって、それで小橋さんがいらっしゃるところまで行ったら、さっき小橋さんが言ったように、コスチュームを変えたいっていうお話が始まりました。もう、記憶が飛んでました。 試合で何を見たのとかを覚えてないです。わら。小橋さんがオレンジを黒に変えるというのは、デザインを任される方にも重圧があった。うら重圧は本当にありました。僕も小橋選手の一ファンとして、ファンの皆さんの気持ちもわかりますから、オレンジ色を何よりもずっと大事にしてるのは小橋さんなんで、小橋さんがオレンジを変えるっていうのは、ちょっと事件ですよね。ほんとどうしようかなと。小橋、最初、デザインが。 黒にグレーの炎だったんですね。それで、明るい色が入ってなかったので、オレンジは入らないんですかって言ったんです。オレンジがどっかに欲しかったんです。まだ、そういうオレンジへの思いが、未練が。オレンジは入らないですかって言ったら、入りません、と。やっぱりね、顔は甘いマスクなんですけど、意見は結構ズバッと言ってきます。わら、その話をしたときに、ああ、 オレンジととと。決別しないとダメなんだな、いんだオレンジへの未練を断ち切ったのが新さんだったと小橋早々「入りません」っていう新さんの言葉でオレンジへの未練をよく断ち切れたと思う「ユーラ」流れっていうのがあって小橋さんが一気に気持ちも何もかも変わって展開したいって気持ちがすごく伝わってきたんですよねオレンジを過去のものにしてこれからノアが始まっていって小橋さんが引っ張っていくノアをイメージして もう新しい色をスタートさせて、こっから始まっていくのが絶対いいんじゃないかって。あと、一ファンとして小橋さんが黒いコスチュームで、日焼けをした体でリングに立ったら、もう怖すぎて。それから本当に絶対王者になってしまうので、とにかく怖い小橋さん。そういうレスラー像が僕の中に浮かんでて。優しさはリングの上では感じないような、強さ、怖さみたいなものが。 小橋、まさに、そのおかげですよね、自分が変わることができたっていうのは、そのおかげです。オレンジのタイツには若手のイメージもあった、その頃年齢的にもオレンジは。小橋、年齢のこと言うんじゃない。50になっても60になってもいいんだよ。わら、オレンジは今も好きだよ。わら、そして、グレーの炎っていうのが、ちょっと尖った炎だったんですね。絶対王者の時は炎が尖ってるんです。 よく見てほしいんですけど、2000年にタイツを変えてデザインしてもらった時にグレーの炎だったんですね。膝の手術をして、復帰をするときに、新さんにグレーのところに色を入れてほしいとリクエストしたんです。そしたら新さんがね、かっこいいんですよ。わら、僕が一番大事にしてる色を使います。と、男前なんですよ。それで、紫を入れてくれたんです。 紫にはどういうこだわりがあったのか、ユーラ、好きな色でもあるし、紫っていうのは高貴な特別な色ですし、当時やっていた洋服のブランドでも紫っていうのはイメージカラーにしていて、すごく大事に大事に使っていた紫を小橋さんに捧げたいなと思って、小橋、嬉しいじゃないですか、自分が大事にしてる色を使ってくださいっていう気持ち。 これでこだわりが強いからやっぱりここまで来てるんです。紫の炎というのは小橋さんにマッチしていたと思う。ユーラそうなんです。炎の話も小橋さんと結構してて、なぜ炎なのか、なぜ紫なのかとか。炎って赤とかオレンジで絵に描くじゃないですか。一番熱いところって静止で、一番円の温度が熱いのが紫色なんです。小橋さんのオレンジの青春。 円情熱っていうものがそこからアップデートされていくと紫になって一番熱くて情熱もさらに研ぎ澄まされた紫の炎にしていきたいという話をして。